時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。おー、お疲れ。また告白か。まあそうね。モテる女は大変だね。まったくだわ。おお、否定しないあたりがさすがだな。事実だもの。まあそうだな。ねえ、聞かないの？どうなったか。いや、そんな野じ馬根性丸出しなことせんけど、お前が言いたいなら聞くが。別に、あなたが気になるんじゃないかって思っただけよ。あっそう。Не будьте таким безразличным, по вам. А если я буду встречаться с другим, тебе тоже будет все равно. Ариа-сан, さっきからブツブツ何を言ってるんです？別に、本当、なんでよく知りもしない相手に告白できるのかしら、とか言ってただけ。ああ、そう。ええ、そうよ。その割にはチラチラこっち見てきますね、アーリャさん。これ、俺の方から聞かなきゃいけないんだろうな。はあ、アーリャ？何？やっぱり、ちょっと気になるかなって。ふーん。野じ馬根性丸出しなことはしない。って言ってたのは誰だったかしら。いや、今日告白してきたのってバスケ部の副部長だろ。俺ちょっと個人的な知り合いだからさ。ああそう。やっぱりやめとくわ。は？知り合いならそっちから聞けばいいんじゃない。ああまあ。Не хочу быть с тобой, что тебе не безразлично. めんどくせーって言っちゃいけないんだろうな。いや、その、さすがに振られたばかりの相手に聞くのは酷だろ。あら？私は振ったなんて一言も言ってないけど。見りゃわかるわ。どうせ振ったんだろ。まあ、そうだけど。ほらな。Но прояви же больше интереса。言うと思ったよ。かまってちゃんかお前は。はあ、まあそうだよな。友達いないんだもんな。知らない男に言い寄られた鬱憤を吐き出す相手がいないんでしょう。仕方ない。この俺が愚痴に付き合って差し上げましょう。この続きが聞きたい人、私がロシア語で何て言っているのかを知りたい人は、8月1日発売、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、第2巻アニメイト限定セットを購入してください。まあ、ここまでだったらお前、ただただめんどくさいやつだもんな。誰がめんどくさいのよ！